三重県立美術館の松本です。ご無沙汰します。春のツペラツペラ絵本の世界展とですね、夏のサビニャック展では本当にお世話になりまして、多くの方に来ていただきました。ありがとうございます。今やってる、展覧会の PR をさせてもらいに来ました。こちらなんですけども、日本画大研究という、ピンクの派手なチラシとですね、後ろのポスターありますけども、作らせていただいてます。10月14日までということになっております。で、大きくですね、今回3つのセクションに分けまして、どこに描くか、それからどのように描くか、それから何を描くかということで、3つのセクションに分けて展示をしているところです。で、こちらですね、観覧いただきますと、観覧料の中に入っているんですけども、ご希望される方には配布させていただいているんですけども、簡単なガイドがございます。こちらの方で、ちょっと説明をさせていただきたいと思うんですけども、どこに描くかということなんですけども、主に4つですね、以前は日常生活の中にあった襖とかですね、掛け軸とかですね、それから屏風、それから貫数という巻物をですね、を一応大きく4つ取り上げさせていただいてます。で、ちょっと中見ていただきますと、実際展示室入ってもらうとですね、こういう、虎と、こちら獅子なんですけども、竹内栖鳳の虎獅子図というのがですね、展示されてまして、すごくご迫力があるものが飾られてます。これ総金箔地でですね、金箔ってすごく薄くて、実際には1万分の1ミリという薄さなんですけども、非常に薄い金箔なんですけども、それが 12.5 センチでですね、角でこうずっと貼られていくという感じなんですけども、その上にこう墨でこの虎と獅子が描かれているというようなことで、非常にですね、迫力があるということなんですけども、なぜ迫力があるかっていう、以前はその、日本に虎とか獅子とかっていうのはいなかったと思うんですけども、で、洗礼過去の、描かれた絵をこう参考に、描いてたと思うんですけども、この竹内栖鳳という方は、ヨーロッパに渡ってですね、動物園に行って、実際に観察してこう描いたと、いうようなことですごく迫力が出てるんじゃないかなということで、これ入ってすぐのところにありますんで、非常におすすめですんで、ぜひ見ていただきたいと思います。で、第2セクションなんですけども、こちらの方でして、どのように描くかということですね。ちょっと反対に持ってきますが、要するに技法を主に説明しているわけなんですけども、いろんな一般的にそのぼかしとかですね、色の濃淡をどうやってつけるかとかですね、盛り上げてその、絵の具をこういっぱい塗って盛り上げてですね、でそのなんていうんですかね、表情をつけるみたいな形の、技法とかを解説してるんですけども、でここでおすすめなのがこの伊藤昌波の双葉という絵なんですが、日本画描くときにですね、下絵をだいたい描くんですけど、で下絵を描くのと、これこちらにありますけど大下絵といいまして、その原寸大絵ですね、同じ大きさの、下絵を描いてまして、でこの上から、なぞっていって、絵を描いていくという、そういう技法形で、絵が描かれていくわけなんですけども、この大下絵を作るときにですね、よく見るとすごく面白くて、その、現場で美術館で見ていただくと分かるんですけども、一部紙が貼ってあったりしてですね、その下絵を描くときにすごく悩みながらこう描いたっていうようなことも分かるというようなことで、そういう点もこう見ていただくと面白いかなというふうに思ってます。で、これはですね、和紙に描いたりとかっていうのもあると思うんですけども、この、双葉というのは絹に描かれてまして、剣本という、ものなんですけども、で、これはですね、お母さんと娘さんという形なんですが、朝顔の双葉を、ちょうど写し替えているところなんですけども、双葉はこの娘さんにもかけてましてですね、その
まあ娘さんが健やかに育つようにという、まあ願いを込めての絵かなというふうに思うんですけども、ちょうどですねこの女性お母さんはその伊藤昌波ご本人だというふうに聞いてます。で、まあ、自画像でもあるということで非常にあの貴重なものかなというふうに思ってます。それからあのこちらにですねあの絵の具の材料があるんですけども、天然のこう鉱石とかからですねを砕いてこう、いろんな色を使うわけですけども、例えばこう群青色とか、まあ、緑色とかですね、あのこれを砕いて実際に使うんですが、でこちらにある白なんかはカキ殻とかですねを使ってます。でこの朱色はあの水銀ですね、水銀を精製して、まあ、赤の色を使っ、まあ、作ってるというような感じです。でこれが第2セクションなんですけども、で第3セクションがですね、こちらなんですけども、まあ、何を描くかということで、まあ、あの花鳥風月とか、まあ、古典文学とかですね、あの過去の歴史上の出来事というようなことで、まあ、あのいろんな題材とかっていうのはあると思うんですけども、あの入っていただくとすぐにですね、あの非常に人気の曽我蕭白の、竹林七賢図というものがあの飾られてます。あの、まああの賢人がですね酔っ払ってる状態の絵があるわけですけども、もうそれをまあ見ていて、私一番好きなんですけど、あの、まあ、それ見ているだけで面白いかなと思うんですけども、他にもまあちょっとこのガイドブックで説明しているのはその曽我蕭白の、輪那星図というものでして、まあ、ここでもですねあの水墨画なんですけども、あの技法とかについても解説をされてます。で他にですね、あの梅の木、かなり荒々しい梅の木なんですけども、梅の木と、こちら鶴ですね。でこの、まあ、こちらに見える方が輪那星っていう方で、宋の時代、中国の宋の詩人なんですけども、まあ、この人20年ぐらいこうこもってあの詩を作っとったんですけども、そのまあ生涯独身でですね、梅をまあ奥さんとしのように愛して、鶴を子供のように愛したということで、この梅とこの鶴が描かれてる絵なんかは、まあ、あの輪那星ということが、まあ、人物的に特定できるというようなことで、あの、まあ、他にもそういう絵がいくつかあるというようなことでご覧いただけるかなと思います。で展示室、あともう一室あるんですけども、あのこちら最後横山美佐夫という方の絵が飾られてまして、もうこれは、ね、キャプションが通常あの絵には解説があると思うんですけども、キャプションとかは全くないものでして、小小八景というですね、中国のその湖の、まあ、その風光明媚な8つの絵が描かれてるんですけども、あのこの横山美佐夫というのは日本画がですねだんだん洋画化していくということを心配してまして、で、まあ、あの新しい、まあ、技法とかをいろいろ使って日本画の再興を図ろうということで、例えばその、ペンディングナイフっていうんですかね、そんなものでこう和紙をこう毛羽立たせてですね、でその上から墨を塗って、まあ、雨が降ってるように見せるとかですね、まあ、そんな技法を使ったりしてます。でも全然解説のない8つの絵が並んでますんで、あのぜひあの自分の目でですね、あのどんな、まあ、技法が使われているかを楽しんでいただければというふうに思います。これが、今やってる日本画大研究でございます。あの割とですね、あの内容的に渋いと思いますけど、結構面白い仕立てになってますんで、ぜひ美術館の方へ来ていただきたいと思います。10月14日までということですんで、どうぞよろしくお願いします。